仙台市の超高層ビルの一覧は、宮城県仙台市にある高さ80メートル以上の超高層ビルを高さ順に一覧にしたものである。2021年時点では、仙台市以外の宮城県内に上位に入るビルは存在しない。百尺規制のビルが多く作られた青葉通り百尺規制によって高度経済成長期に、 仙台市都心部の青葉通りなどに高さ31メートルのビルが連なるスカイラインが形成された。1970年の建築基準法改正で溶石性が全面導入されたため高さ31メートルを超えるビルが建設できるようになった。すると、1973年に仙台第二合同庁舎、1975年に 住友生命仙台ビル、1977年に77銀行本店ビルがおのの竣工した。1985年に高さ90.3メートルの仙台第一生命タワービルディングが竣工すると、1987年3月に仙台市地区計画等の案の作成手続きに関する条例、さらに1988年2月に、 仙台市築計画の区域内における建築物の制限に関する条例が制定され、ビルの高さを規制するようになった。バブル景気期の1989年に高さ172メートルの住友生命仙台中央ビルが竣工し、以降100メートル超の超高層ビルが次々建てられるようになった。しかし1999年、100メートルを超える、 超高層ビルに適用される環境アセスメント条例が施行されると条例逃れのために100メートル未満で建設されるビルが目立つようになった。さらに2009年仙台市森の都警官計画が施行されると都心部でも最高で80メートルにビルの高さが制限され制限を超える高さのビルを建設するには様々な条件を満たすことが必要になった。 50100150289から959906から07から080910仙台市の環境アセスメント条例は100メートルを超える超高層ビルに適用される2010年2月時点で条例が適用されたのは以下の2件のみどこも東北ビル以前に立った100メートルを超える超高層ビルは試行日または適用日前に 事業の実施に必要な許認可等の申請等が済んでいるため適用されていない。年表国の法律及び100メートルを超える建造物に適用される仙台市の環境アセスメント条例の制定経緯は以下の通り、景観法に基づいて2009年7月1日に仙台市森の都景観計画が施行された。これにより、 仙台市都心部及びその周辺では、新設建築物に対する高さ制限が導入され、最も高い建物が建てられる地区であっても、おおむね80メートル以下の高さに制限された。おおむねとは、制限高にプラスして1割までなら、塔や塔の設置を認めるということである。ただし、1000平方メートル以上の敷地面積の開発に関しては、 敷地面積の55%以上を空地として確保し、かつ敷地面積の15%以上の緑化を行えば、高さ制限は緩和される。緩和される程度は地区ごとに異なり、都心部の一部では高さ制限がなくなるが、それ以外ではなくならない。2018年時点で、最高部の高さが市内1位の仙台トラストタワーと2位の SS30。 仙台市内のほとんどの地域は仙台空港の制限表面による高さ規制がない。航空法による仙台空港の円水表面と外側水平表面はおおよそ空港を中心とする2時から7時の方向だけを中心に設定されているため仙台市と心部には制限表面が設定されていない。仮に航空法による 本来の制限表面が適用された場合、仙台空港から JR 仙台駅までの距離が約 14km であるため、仙台空港の標高 2m と合わせて仙台駅周辺には標高約 250m までの建築物しか建てられないことになる。すなわち仙台駅が標高 35m 程度にあることから、 仙台駅周辺の建造物の高さは210メートル程度が限界ということになる。2010年時点で市内一高いビルは仙台トラストタワーであるが仮に同地点にも制限表面が適用されれば建造物の高さは約192メートルが限界となるものの同ビルの高さは180メートルなので影響がない。ただし、大トシテラ山のテレビ東軍は 本来の制限表面では、規制対象となる。陸上自衛隊、霞目飛行場の制限表面による高さ規制は、都心部周辺では、竜岡公園の南東方の宮城の通りや、楽天生命パーク宮城が対象になっている。都市再生特別措置法に基づいて、容積率が緩和された例は、2009年時点で以下の2件。なお、 仙台市内の都市再生緊急整備地域は以下の2地域。ありがとうございます。